はいだこネーム、なおさん。あと10年経ったら、高校2年、埼玉県の方です。あと10年経ったら、今はカミングアウトすらできない。なぜなら、両親の口から、同性愛って気持ち悪いよねって言葉を聞いてしまったから。でも私は、愛する人と手をつなぎ、堂々と歩きたい。家族になり、子供を持ち、家族皆で手をつなぎ歩きたい。なので私は、あと10年経ったら、LGBT の人が結婚したり、子供を持てるようになることを望みます。アイダホネーム、ソウさん。青森県の会社員の方です。あと10年経ったら、今と変わらず、でももうちょっと暮らしに余裕ができてたらいいな。もっと志を実現するためにも、アイダホネーム、テツナさん。千葉の学生の方です。あと10年経ったら、あと10年経ったら、今、きっといつかと思ってることが叶うといい。大切な人と出会って、一緒に話して、笑って、恋をして、恋人になったら、手をつないで、一緒に出かけて、買い物したり、遊んだり、両親や友達に紹介して、祝ってもらったり、一緒に暮らしたら、些細なことで喧嘩もするかもしれないけれど、そしたらまた仲直りして、また一緒に笑って、子供を持ったらさらに賑やかになるのかな。あるいは自分のやりたいことをやるために世界を飛び回っているのだろうか。人によって性のあり方も愛の形も幸せの形も異なるけれど、だからこそどれも否定されることなく、自分にとって大切な人たちがみんなが幸せに暮らすことができる、こんな社会になってるといい。でも祈ってるだけなのはやっぱり性に合わないので、可能な範囲で自分にできることをやりたいな。アイダホネーム、ツバメさん。福井の方です。10年後って言ったら50代や。その頃には相方と一緒に暮らしてるかな。その頃には同性婚が法律で認められてるといいな。だって今のままではもし相方が死んでも公式に親族として参列できないもん。そんなの悲しすぎるよ。10年後きっと同性婚が認められてるよね。アイダホネーム、アスヒロさん。埼玉県の大学1年生の方です。あと10年経ったら自分は28歳。その頃までには同性の結婚制度ができてるよね。幸せになることは当然のこと。今の少子化を止めるために自分も結婚して子供を持てば少しは貢献できるよね。そんな未来にアイダホを。アイダホネーム、マメさん。福岡の大学生の方です。タイトルは10年後の日本。異性と結婚したくないなんて夢も希望もないと僕は何度も言われた。でも一緒に行きたいと思うパートナーが誰にとっても異性だとは限らない。ノンセクシャルである僕みたいにパートナーを持つことを望まない人もいる。たとえ今は違っていても、10年後の日本がそんな人たちにも夢や希望のある国になっていればいいなと僕は願っている。アイダホネーム、エンさん。千葉県の学生の方です。もう心の中のビニールの膜は取れただろうか。許せる心を持っているだろうか。大切な人と過ごし、料理をあげているだろうか。卵焼きはきれいにできているか。好きな時は好きって言えてるだろうか。自分にイエス、みんなにイエス。アイダホネーム、リュウマさん。愛知の高校生の方です。僕は今セーラー服を着て女子として学校に通っている。カミングアウトしている友達もほんの数人しかいない。あと10年経ったら、僕が僕として楽しく笑いながら幸せに生きていたらいいな。アイダホネーム、麦さん。静岡の方です。
私としてはかなりの勇気を持って彼氏より彼女が欲しいなと言ったのに通じなかった時の悔しさと言ったら、私だって彼女が欲しいぞという個人的な叫びは置いとくにしても、10年後誰もが自分らしく生きられる社会になっているといいなと思います。それこそ彼氏より彼女が欲しいというのが当たり前に受け入れられるような。アイダホネーム、よしさん、神奈川県の会社員の方です。10年後に自分は40歳になる。40歳の自分が何をしているのか想像できない。もしかしたら40歳になる前に事故や災害で死んでしまうかもしれない。10年後に自分が死んでいても10年後の社会はカミングアウトできずに苦しんでいるセクシュアルマイノリティが少しでも減っている社会になってほしい。セクシュアルマイノリティへの差別や誤解を減らそうとしている人たちが増えていてほしい。アイラコネームサオスさん、福井県の方です。タイトルは10年後。ちょうど2年前の話、母からおかしいって言われたんだ。彼女と2人で遊んだりしていることを、あんたら夫婦みたいでおかしいって明らかに平穏みたいな口調で言われた。涙が止まらなかった。あんなに傷つくと思わなかった。今でもあの日の出来事を思い出すだけで胸が苦しく涙が出てくる。本当は分かり合いたいよ。私の家族とも彼女の家族とも仲良くしたい。あと10年経ったらか、分かり合えてるって思いたいところだけど、どうだろう、分かんない。今の状態から考えたら無理かもしれない。とにかく10年後笑顔で過ごせていますように。今日は10時半から立川駅の北口をお借りしてアイラホメッセージを読み上げさせていただきました。今日は時間になってしまったのでこれで終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。友達？うん、友達なんだけど、私早く挑戦に乗りたい。ああ、そうだよね。どうしよう、間に合わない。でもそうか、1時に行かなきゃなんだよ。うん。